こんにちは、山崎匠です。トレシーグループの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスによって世界は一変しました。皆さんにとって、日々が全く変わったことだと思いますが、その中でアムウェイビジネスはさらに躍進を遂げております。皆さんにとってうまくいってるビジネスとうまくいってないビジネス、世の中では前年対比9割ダウンみたいなお話だって聞くわけです。皆さんの中ではちゃんと線引きはできてますか。コロナ以前うまくいっていたが、有事の時にダメになってしまう仕事もあります。しかしながらうまくいき続ける仕事もあるんです。どこに線を引きましたか。約1年の時間が僕たちには与えられ、そこが姿を表してきたことだと思います。要はライフラインに沿った仕事は伸びている。生きるということから離れた仕事はやはりながらこのような実態となると弱くなってしまうんです。そんな中、アムウェイビジネスは日用品を媒体としたユーザーの集まり、ファントゥファン、ファントゥファンの F はあなた自身がアムウェイ製品が大好きだ、アムウェイのビジネスが大好きだ、そしてアムウェイの人たちが大好きだというつながれたこのコミュニティの輪は常に拡大を続けてきたことだと思います。そんな中で僕たちのもう自然発生的に多発的にあちこちで起きたのはデジタルとアムウェイの融合。いかにこのデジタルを僕たちのビジネスの中に、そして日常に、そして心と心を結びつけていく関係性の中に使えていくか、たくさんの人たちがその方法を見出したことだと思います。ある人は WeChat を使うんでしょうか、 WhatsApp でしょうか、日本では LINE とかね、 Zoom とか、たくさんの方法を使って言えてるのは何か、ドラえもんのドのビジネスをさらに前に前に推し進めていくことではないでしょうか。あなたのアイデアも聞かせてください。僕たちはこうやって使ってるよ、僕たちはこんな感じでやってるよ、そのアイデアのシェアがさらに仲間の成功を拡大化、最大化していくことができるんじゃないでしょうか。5年前のあなたはどこにいらっしゃいましたか。そして5年後のあなたはどこにいらっしゃることでしょうか。5年前のあなたも今という時点にいました。そして5年後のあなたも今にしかいないんです。この今という瞬間を、僕たちの可能性を最大化していく、そのためにも、インターネット、 Zoom、 SNS、 その辺をうまく使っていただいて、ビジネスの機会を増やしてみてください。山崎匠でした。